ウィユは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ県のコミューン。セーヌ川の安局部にある、ウィユは、ほぼ全体が都市化されている。パリの北西およそ8キロメートルにある。ウィユの地には、メロビング町時代から人が住んでいた。12世紀の地名はホルズであった。カトリックのサン・ニコラ教会の根流は12世紀に、遡る。14世紀、ウィユは、 監視塔が月四つの門を備えた城壁に囲まれていた。16世紀終わりまで採石が行われていたが長く続かなかった。このため使用されなくなった採石場にキノコが植えられた。キノコ栽培は現代まで続けられていた。1598年、ユグノー軍がウィユに立てこもった。アンリ三世、アンリ四世、ルイ十三世、ルイ十四世は ウイユの平野で狩りをしていた。1648年と1686年の二度、謎の薬病に見舞われた。1841年にやってきた鉄道は村を変えた。パリ郊外への転居傾向によって、ウイユの人口は1960年代まで、顕著に伸び続けた。救済席場にあったイスパノスイザ航空機工場は、 第二次世界大戦中1940年から1944年までドイツ軍に接収されていた。ありがとうございます。